宗一さん。なんだ。特にちゃんと片付いてたかなって思ったから。ありがとうな。綺麗に片付いてたよ。よかった。そろそろ清算したいんだが。はい、すぐフロントに行ってきます。あ、ちょっと待て。これ持ってけよ。わかりました。じゃあお釣りをもらってきますね。そうじゃなくて。ん？お前にやったんだよ。私にですか？勘違いするなよ。別に特別扱いしてるわけじゃないからな。ただのチップだよ。客が従業員に渡すものとしてはありふれたものだろ。これがチップってものですか。ありがとうございます。私もらったの初めてです。でも私、お金はいただくわけにはいかないです。宗一さんのお気持ちだけで十分です。ありがとうございます。すごく嬉しかったです。遠慮するなよ。フロアの連中だって同じようにもらってるんだ。この金だってお前が受け取らないとそこらのやつにくれてやるしかないんだぞ。そうしてください。私まだ半人前ですし、ちゃんとお仕事もできないし、宗一さんにはお世話になりっぱなしで、チップをいただいてもお返しできるものがないんです。だからちゃんとお仕事のできるお店の人にあげてください。私なんかがいただいてしまっては他の人に申し訳ないです。バカらしい。お前が他の人間のことを大切に思うのは勝手だが。だからといってそいつらがお前のことを同じように思ってくれてるとは限らないんだぞ。さっきだってさっきですか？なんでもないさ。わけのわからないことを言ってすまなかった。フロントに行ってくれ。まだいたのか。私なんてことを。ごめんなさい。引っぱたかれた俺が言うのもおかしな話なんだが、やっぱり今のはお前なのか。はい。理由聞いていいかな。宗一さん、お金を粗末にするの良くないです。それに私バカだからうまく言えないけど、宗一さんはお金だけじゃなくて宗一さんの大切なものも一緒に破いてたみたいで、だからでも人を叩いたらあんなに音がするなんて思わなくて、でもすごく痛くて、きっとひっぱたかれた宗一さんはもっと痛かったんですよね。どうして私考えなしにこんなことを。もういいよ、俺がバカだったんだ、よく分かったから。ぶっ壊すか。なんてな。というわけでん？報われぬものか。誰のことなのだろうか。彼の人生について語る前に、私自身について語っておこう。20年ほど昔、私がまだエージェントではなく、一階の研究者だった頃の話だ。地球科学を専攻し、資源開発に関するいくつかの論文で、博士の学位を取得した私は、それを機に、所属していた大学の研究機関を去って、かねてから誘われていた、旧財閥系の総合商社に勤めることにした。そこで得た私のポストを適切な言葉で説明するのは難しいが、いわゆるコンサルタントエンジニア、誤解を承知で言うなら、かつては鉱山技師と呼ばれていたものであったと思う。仕事内容は商社が請け負った発展途上国の地下資源開発について、専門家の観点から助言を与え、最新の科学技術で支援するというものだった。実際に私が携わった仕事は、鉱脈や油脈の探査、埋蔵量の把握、採掘、精錬効率の向上、採算分岐点の策定と経営のコンサルティング、環境アセスメントに基づいた廃棄物処理サイクルの確立と、上げていけばキリがないが、つまり委託されれば何でもやったということだ。もちろん私が属していた商社という性質上、現場で資源開発を行ったのは我が社が仲介した多数の企業であり、私が主に関わったのはプランニングの段階だけだったのだが、それは私自身にとっては願ってもない仕事だった。なぜならそれは研究室で確立した私の理論が決して机上の空論でなく、実用に値することを証明する絶好の機会であり、実に楽しいものだったからだ。そうして仕事が着々と成果を上げて数年経った頃、私は一つの奇妙な仕事を請け負うことになる。ハーバーサンプル採掘について、そのように目を打たれた計画書と小さな寄せ木細工の小箱を最初に提示された時、私は思わず失笑したものだ。純白のレポート用紙に堂々と綴られていたそれは、時代錯誤も甚だしい、何かの冗談としか思えないような馬鹿げたテーマだったからだ。がひとしきり笑ってはみたものの、持ち前の好奇心とちょっとした気まぐれから、結局私はその計画書に目を通してしまった。そしてこの瞬間から私の人生は大きく狂い始めた。どうしてあの時そのまま笑い飛ばしてクズカゴに捨ててしまわなかったのか。今になって思えば悔やんでも悔やみきれない。だがいくら繰り言を言ったところで、商社時代の私は典型的なワーカホリックに過ぎず、この世界に満ち溢れる悪意の存在や、我が身に迫り来る危険について全く無防備だった。自虐的に言うなら、当時の私は多少の経験は積んだものの、中身は相変わらず昔のまま、研究室で純粋培養された世間知らずの学者先生に過ぎなかったのだ。結果的にこの計画書によって、私は人生における失敗の多くはやり直しが効かないということを嫌ほど思い知らされ、新しい自分を、したたかで抜け目のないエージェントとしての自分を手に入れることになるのだが、その授業料はとても高くついた。さて、私が失笑したハーバーサンプルについて説明し、事の顛末を語る前に、彼、フリッツ・ハーバーについて語らねばならないだろう。最初に断っておくが、私は彼の生涯について当初から知っていたというわけではなかった。ハーバーサンプルに関わり始めた頃、私が彼に関して知っていたのは、科学分野での業績、それも断片的なものに過ぎなかった。だが、彼について詳しく知り、そして齢を重ねるにつれ、彼の存在は私の中で大きな位置を占めるようになり、最終的には私にある行動を促す原因となったのだ。もちろん、これから彼について語ることが、私の取った行動を全て説明することにはならないとは承知している。理科畑の私が言うべき言葉ではないのかもしれないが、人の心とは結局非論理的で不可解なものであり、私もその例に漏れないからだ。ただ、ここに書き留めておくことで、私が彼という人間をどのように捉えていたかを書き記すことで、少なくとも説明の一端となることを願っている。私の目に映った彼の姿とは、常に私自身の心境を映し出す鏡として存在していたのだと、そう思うからだ。借り残しはないと言っていいかな。やっぱりトーテムポールなんだろうな。まさかなあよく見れば可愛らしい像じゃないか。さて今日もよく働いたし片付けて帰るか。触らぬ神にたたりなしだからな。なんだ、今日は忙しくないのか？昨日のことってちゃんと謝らなきゃって思ったから。昨日のこと？宗一さんをひっぱたいてしまって。そんなことあったっけ？酔っ払ってたからさ、あんまり覚えていないんだ。本人が言ってるんだから間違いないだろ。でもこんな酒場で酔っ払いが相手の商売なんだ。横っ面を張ったとか張られたとかさ、別に珍しいことでもないだろ。でも気にするなよ、よくある話さ。でもだからってそのままじゃダメって思うから。じゃあ、ナナミはどうしたいんだ？ひっぱたいちゃってください。は？気の済むように思いっきりひっぱたいちゃってください。分かったよ。歯を食いしばってろよ。はい。なんだ？にゃんにしてるんですか？思いっきりひっぱたいているところだ。でもちっとも痛くないです。すごく緊張してると痛みを感じなくなるらしいからな。そうなんですか？さあ、黙ってないと舌を噛むぞ。はい。赤ちゃんのほっぺたみたいだな。いや、ひげほっぺたをつっついたりつまんだりしてまゆ。そんなわけ。これはだな。とにかく身に覚えのないことでひっぱたいたりできるわけないだろう。まったくいきなり来たかと思えばわけのわからないことばかり言いやがって。お前の深刻そうな顔のおかげで見ろ、さっきからちっともホステスが寄りつかないだろうが。どうしてくれる？ごめんなさい。お急ぎでホステスさんを呼んできますから。ちょっと待った。しばらくそばにいろよ。つまりだな、責任を取ってお前がしばらく代わりをやってみるっていうのはどうかってことなんだが。私がですか？さっきから何を気にしてるかは知らないが、それで全部チャラにしてやるよ。悪い話じゃないだろ？頑張って。でも私、半人前の役立たずって言われてますから、いつも宗一さんの隣に座っている人たちみたいには楽しくないですよ。くだらないことを気にするなよ。俺がそれでいいって言ってるんだから問題ないだろ。要は一生懸命やればいいんだよ。それで十分だからさ。これならなんとかなるだろ。はい、だったら私頑張っちゃいます。いい返事だ。じゃあたった今からスタートだ。さてと、はい。とりあえず座ったらどうだ？そうでした。すっかり忘れてました。なあ、ナナミ、もう少し力抜いたらどうだ？気合が入ってるのは分かったからさ。はい。別に特別気を使わなくてもいつも通りでいいんだぞ。じゃあ立ってていいですか？ん？お店の椅子ってお掃除の時に触るだけで座ったことなかったから落ち着かなくて。分かったよ。